今起きました。今日はですね、この後お昼ご飯を食べに行って、そしてセレッソ大阪対サンフレッチェ広島の試合が、あの夜ホーム戦があるので見に行きたいと思います。1ヶ月ぶりの試合なので楽しみです。ほんじゃねー、バイ。お昼ご飯を食べていきます。実はここ私の元バイト先です。本がいっぱいある。でなんかよくここのカウンター席があるんですけど、よくカウンター席でテスト前とか勉強したりしてます。久しぶりに今日来ました。今日はね、この芸北高原豚のパスタを頼みます。こんな感じです。ほら、見えんわってな感じで、今日はねトマトパスタ、ほら、いただきます。あ、ほら、めっちゃ美味しいです。これだけも覚えれない。コース大嫌い。この英語が本当に無理。寝て元気になったので観戦行きます。
っと待って、私たちの足と。すごい、めっちゃ嬉しい。うわー